えー、新年2022年の新年を迎えましたまず神様の前に栄光の拍手を持って感謝を捧げたいと思います、えー、多くの出来事がありましたけれども2021年を終えて無事にまた新しい新年を私たちに神様が与えてくださいました感謝でありますね この時間は隣におられる方々と挨拶をしたいと思います。新年明けましておめでとうございます。挨拶しましょう。明けましておめでとうございます。二千二十二年十二ヶ月五十二週間三百六十五日また八千七百六十時間を神様が私たちに与えてくださいました。 今年私はこの教会の全ての信徒が霊的な信仰の成長をなす一年となることを願います。今日私は偉大なる信仰の跳躍をなす一年という題名で見言葉を語りたいと思います。偉大なる信仰の跳躍をなす年。詩編18編はダビデが 王になってからすぐに書いたものであります。サウルが死んですぐ書いたものであります。なぜならば今日の18章、編を見ても、サムエルゲー22章一節を見ると、詩編18編と同じ内容であります。そのサムエルゲー22章1節。 一節を見ると主がダビデのすべての敵の手特にサウルの手から救い出された日にダビデはこの歌を歌ったと語っていますねダビデが10年間逃避生活をしましたねあらゆる苦しみがありましたしかしその敵特にサウルから神様は救い出してくださいましたその救い出された後に感謝の心を持ってこの詩を書いたわけです 今日の本文である詩偏18編27節を見ると主が悩む民をこそ救われますと語っています。しかし高ぶる目は低くされますと語っていますね。悩む民を救い出され、また高ぶる者は低くされると語っています。ですからこの詩篇18編の、えー、この全体がですね、過去の経験に対する告白であります。 自分が体験したことを告白しているわけですね。この悩む民というものは謙遜であり、また貧しいことを意味しています。弱いものを意味するわけですね、単語が。弱いものを意味する単語であります。ビでは10年間、このような苦しみに遭っていたわけです。一,人一つの国の王が敵となった。 そういう弱い者として苦しみを受けたわけです。また悩むということはあらゆる苦しみや悩みが来るときに神様に委ねて神様に頼ることを意味しています。ですからまた英語書3節を見ると貧しい者が幸いであると語っていますね。貧しい者。その反対に高ぶる者は誰でしょうか高ぶる者というのは 神様をを頼らないいことを意味しています自分の力を求めたり、頼ったり、また他の人に頼ったりすること、そういうものを神様は高ぶるものであると語っているわけです。また、29節を見ると、あなたによって私は燻製に追いかかり、また私の神によって私は城壁を飛び越えますと語っていますね。自分の前にある城壁をも、 飛び越えることができるような力が神様から与えられたということを語っています。前進することができた神様の助けがあったことをビデが告白しているわけです。また闇の中では照らされて、ともし火をともされて、また障害物をも乗り越えることができるように導かれる神様が今私たちの神様であるということです。そのような神様が今年2022年私たちに与えてくださいました。 そういう信仰を持って私たちもこの信念を力強く歩む皆さんとなることを忍びのもって祝福いたしますでは今年1年ダビデのように信仰の跳躍をなすためにはどのような働きをするべきなのかを見てみたいと思いますまず1つ目に不幸な時に神様を頼る時に信仰の跳躍があります 平安な時、安らかな時、平和な時に信仰の跳躍はありません。ある人はこう言います。牧師先生と神様,を神様に出会って神様を体験するためにはどのようにするべきですかと聞くんですね。でもその質問の答えは人によって違うでしょう。しかし今日の本文でダビデは。 神様を信じるときに、悩みがあるとき、逆境があるとき、不幸なときに神様に出会うことができ、もっともっと神様に対する体験をすることができると語っています。私たちが苦しみに遭うときに、悩みに遭うときに、その瞬間には、えー、苦しいですよね。それしか見えないわけません。問題しか見えません。しかしか えー、その瞬間には本当に苦しいわけですけれどもその状況を乗り,え乗り越えてから振り返ってみるとダビデのように振り返ってみるときにはああその時に神様が私と共にお,おられたんだなとその時私を助けてくださったんだなとその時神様が私と共におられたからこそこの問題を乗り越えることができたんだなとそれを悟ることになるわけです。 そしてそのような体験があるときに、本当に信仰の徴訳があるということを意味しています。それが今日の詩篇18篇の教訓であります。詩篇の記者は他の詩で、詩篇の119篇の71節でこう語っています。苦難に遭うこと、苦しみに遭ったことは私にとって幸せでしたと。 私はそれであなたの起きてを学びましたと語っていますね。苦しみに遭うことが私にとって幸せなことであると、有益なことであると。私が前にも語ったことがあるんですけれども、キリスト教のクリスチャンの詩人の中で、 えー、砂の上のの上足跡という題名の詩がありますその詩の内容は何かというとある人がですね夢を見ていたわけですその夢に主と共に神様と共に、えー、その浜辺を歩いていたんだわけですね,いたわけですねそして、えー、一緒に歩いているのが良くていつも振り返ったそうですその二人の、えー、足跡があるわけですねしかし えー、途中途中にですね一つの足跡がなくなるわけですまた出てきてまたなくなってから足跡がまた出てきてとそれを見たわけですねそして見てみるとその一つの足跡がなくなった瞬間がいつだったのかというとその人が一番苦しかった時一番悩みにあっていた時苦難の時に 一つの一人の足跡しか残っていなかったわけですね。そして神様に聞きました。なぜ私を見捨てられたのですかと。私が一番にあなたを必要としたときになぜあなたは私を見捨てられたのですかと。苦しみに遭うときに一つしか残っていませんでしたよと。なぜあなたは私を見捨てられたのですかと。 聞いた時に神様はこう語られたわけですね。私はあなたを見捨てはしないと。あなたが苦しい時に私があなたを背負って歩いていたのだと語ったわけですね。この一つの足跡がなくなったのはですね。 私が苦しい時に主が私を背負ってそして代わりに歩いてくださったからわけです蔵なわけですね荒野のような苦しい世の中の中で私たちを導いてくださるその神様の恵みと愛を語っているわけです皆さん聖書でイスラエルの人々が神様の歴史について教えなさいと 命令さされれた内容が記録されています子孫代々に御言葉を語りなさいと語ったその内容は何でしょうかほとんどの内容は苦しい時に神様が救われたことを意味しています。例えば出エジプトですねその当時一番兄弟国であったエジプトに苦しめられた時しもべとして奴隷として暮らしていた時。 また海を渡る出来事もそうですよね神様がエジプトの軍隊を沈められた時その乾いた土地を渡って救いを得ましたこのような奇跡的な歴史を子孫に教えなさいと語られたわけですその状況は実際その実際の人々はどうでしたか 神様が私を守られると、癒される、また救われると語りましたかそうではないわけです。イスラエルの人々は神様を恨み、また憎しみ、不平不満を言いましたよね。出エジプト記14章、11節に何と書いていますか出エジプト記14章、11節を見ると、エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、このアラノで死なせるのですかと。 私たちをエジプトから連れ出してきて一体何ということを私たちにしてくれたのですかと語っています。これは、えー、エジプトから出て後悔を渡る直前ですよね。一生懸命教会生活もして、信仰生活もして、一生懸命神様の前で献身したのになぜこのような苦しみが与えられるのかと。イスラエルの民も同じなんですね。しかしかかかどうですかそれを乗り越えてから をを渡ってからは神神様様賛美しましまた善能なるが私たちの神様だと人がこうやって変わるわけですでは私たち2021年を振り返ってみるときに悲しいときまた苦しいときもありましたしかしそれを振り返ってみると その時もまた神様が私たちと共におられたということを悟ることができます。その時私たちと共におられたわけです。私たちを導いてくださり、私たちをしっかりと掴んでくださいました。ですから私たちは信仰の目を持ってその歴史を、また自分のその歳月を振り返らなければいけません。信仰の跳躍をなすものとならなければいけないということを意味しているわけです。 私たちが通過してきた苦難の時間は実際的には神様の恵みの時間でありまた救いの時間でした。またそれが単純に過去の出来事ではないわけです。過去を通して学んでですね。また二度と間違いをしないえ反復しないそういう歩みをなさなければいけません。イスラエルは どうでしたか荒野の中で継続,継続して不平不満を言って神様に逆らったわけです。それを反復したわけです。例えば、リテーマに到着した時12人の石膏を送った時にどうしましたかあそこには巨人がいますと私はカナの地に登ることはできませんと。恐れてカナの地に入ることはできないと。 神様の前に約束されたその土地を見てどうしましたか不平不満を言ったわけです。後悔を渡らせてくださった神様を体験しながらも私はいけません、私は死んでしまいます私はイナゴのようなものでありますと、神様を恨み、また不信仰な歩みをしたのがイスラエルの人々です。継続して同じ 失敗を繰り返しているわけです皆さん2022年度には苦しみがありませんと私がそうやって言いたいんですけれどもそんなことはありません苦難もありますしかし聖書で語っている御言葉は何かというと過去にイスラエルの人々とダビデを守ってくださりまた力強い御手で導かれた神様が また過去,が過去の私たちの暮らしの中でも、恵みの中で導いてくださった神様が、2022年度1年もよく同じように共におられるということを約束されています。また導いてくださり、また私たちを抱いてくださり、そのわしのような大きな翼に乗せて私たちを導いてくださるということを信じてください。 苦難や悲しみがなくなくるわけではありませんそのような苦難が来たとしても心配することがないということを皆さん信じてくださいそういう苦しみの時に神様は私たちを背負ってくださりまた抱いてくださり私たちを導いてくださるからですまたそのような体験を通して私たちの信仰がもっと成長して大きな跳躍をなすことができるからなんですねですから問題に 出会う時に神様を恨むのではなく神様が私たちをまた祝福を与えるために私たちを救い出してくださるために私たちに近づいてくださるためにこのような問題が来たんだなというそういう信仰を持って感謝する信徒となることを主の皆をもって祝福いたします大きな2番目です2番目に試練を通過する時に偉大な信仰の跳躍があります試練を通過する時に偉大なる信仰の跳躍があります 神様は私たちを試練に合わせられます。試みられる神様であります。また、サタンも私たちを試みますね。神様は私たちの信仰を試みるわけです。例えば、神様はアブラハムを試みられました。イサクを捧げなさいと。私たちにもそのようなテストが与えられるわけです。しかし、そのようなテストを通過するたびに、霊的な信仰の成長があることを意味しています。 またその後に大きな祝福が与えられるということを意味しているわけです。新明期発祥2節から3節を見ると、えー、荒野の40年のすべての、えー、生活が試練であったと、試みであったと語っていますね。この40年の間、ラノであなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならないと。それは あなたを苦しめてあなたを試みあなたがその命令を守るかどうかあなた方の心の内にあるものを知るためであったとそれで主はあなたを苦しめて飢えさせてあなたも知らずまたあなたの先祖たちも知らなかったマのを食べさせられたとそれは人はパンだけで生きるのではなく主の口から出るすべてのその御言葉で生きるということを悟らせるためであると 神様が私たちを守ってくださるということを悟らせるためであるということを聖書は語っているわけですね。また目で見るテストもありました、試練もありましたね。神明記13章、1節から3節を見ると何と語っていますかあなた方のうちに預言者または夢見る者が現れると。あなたに何か印や不思議があることを示すわけですね。 そして2節を見るとあなたに告げたその印と不思議が実現してさああなたが知らなかった他の神々に従いこれに使いようと言ってもその通りにしてはいけないと語っていますね3節を見るとその預言者夢見る者の言葉に従ってはならないあなた方の神主はあなた方の心を尽くし精神を尽くして 本当にあなたの方の神、主を愛するかどうかを知るためにあなた方を試みておられるからであると語っています。試練、テストなわけです。試みなわけです。世の終わりの時も敵キリストが来ます。敵のキリスト。このような不思議や、また、えー、いろいろな夢を通して、また奇跡を通して、えー、惑わされると語っていますね。 しかし、御言葉を受けた私たちきちんと一人一人は、目に見えるものに惑わされるのではなく、神様の御言葉だけを信じて歩まなければいけません。決して神様の、そのサタンの試みにあってはいけないわけです。御言葉によって、しっかりと武装していなければいけないわけなんですね。私たちの目に見える奇跡があると。 それほど驚くわけですか例えば病気になった人が治されたり死んだものが生き返るとそれに驚いてそれに従おうとするかもしれませんそういう試,試練テストに勝利するためには目を閉じることが必要ですそういう試みがある時に目を閉じなさいと言うんですね目を閉じて何をするんですか 祈らなけければいけません目を閉じて祈らなければいけません。そうすれば答えが与えられます。世の中でも同じです。自分の目に見えるあらゆる試みがあります。お金を稼ぐ時にも、また学校で勉強する時にも何か目に見えるものの中で選択する、そういう立場に立つことがあります。これが神様の。えー 示しなのか、またこちらは神様の示しなのか、どちらかを選ばなければいけない時があります。そういう時に目をつぶって祈らなければいけません。そうすれば神様は私たちを正しい道へと導いてくださることを聖書は語っているわけです。そういう試みを聖書の信徒が一人一人が、また私たちも同じように与えられるわけです。アダムもこの試みにあいました。 創世三章六節を見ると善悪を知る木の実が、えー、この試みでした善悪を知るその木の実を食べ、えー、見ると目に親し,しくまた賢くするようにその木はいかにも好ましかったと語っていますね好ましかったとこれがアダムとエヴァが、えー、受けた試みであります私たちも同じですよね食べるによく目に親し,しく また賢くするように見える私たちがどのようにして、えー、自分を、えー、見せることができるかと善悪を知る気の身の試みというものは人が善と悪の基準を定めようとすることでありますこれは神様の定められた基準を捨てて自分の 定める基準によって暮らしていくということを意味するわけです神様の掟を捨てることを意味していますアダムは蛇が誘惑したときにそこに惑わされてしまいましたそして私たちも同じようにこのような試練にあっていると第一ヨハネ2章15節から17節に御言葉を語られていますこの世やまたこの世にあるものを愛してはいけませんと もし誰でも世を愛しているならその人のうちに父なる神様の愛はありませんと語っています。そして16節に全ての世にあるものすなわち肉の欲、目の欲また暮らし向きの自慢などは道から出たものではなくこの世から出たものだからであると語っていますね。肉の欲、目の欲また自慢です。傲慢ですね。アダムが受けた試練と同じなわけです。 食べること、また見ること、自慢すること、傲慢になること、この世の中で自分自身の栄光を表すこと、この世の中の全てのものは全てこのような試みであるわけです。私たちは今このように、このような試練に合っているわけです。試みに合っているわけです。そして私,だけ私たちだけではなく、イエス・キリストもこのような試みに遭われました。 ルカによる福音書4章1節から13節を見ると、交渉会を始められるときに、えー、断食の祈りをされました。その時に悪魔が来て試みに、えー、試みを与えましたね。イエス様のその試みを見ると、アダムが受けた試みも、また私たちが受けている試みも同じです。まずは、えー、この石をパンに変えなさいと語りました。 また国々の一切の権力と栄光とを見せましたね。私に、サタンにですね、悪魔が私に拝むならば全てを与えると誘惑しましたね。またここ,ここから落ちてみようと。天使があなたを支えるだろうと。アダムも人類も皆、 通過することができなかった、この試練に、試みに合われましたけれども、勝利されましたね、勝利されました。ですから、イエス・キリストを信じる私たちも、イエス・キリストだけを信じて、歩まなければいけません。イエス・キリストを信じて歩めば、私たちを導いてくださり、すべてのこの試みに勝利して、信仰の跳躍を成すことができるように、導かれる。 年となることを皆ささん信じてくださいこのような試みや苦しみや観覧や試練が来た時にもそれに打ち勝つ秘訣は何かというと食べることよりも見言葉をつかみ目に見えるものよりも見えないものをつかむことが勝利の秘訣でありますまた私たちの考えを全て変えなければいけません 神様はこれが善でありこれが悪だと語られたにもかかわらず堕落した人間はそれを変えたわけですよねですから私たちはこの世の中の基準に従ってはいけません神様の基準に従ってこれが善でこれが悪だと神様の基準通りに暮らすことが必要なわけですそれは患難が来るとき苦しみが来るときになぜ苦しみが来たのかと 思うのではなく祝福が来たということを信じて告白するものとならなければいけません。そうするときに私たちに祝福を与えてくださり、私たちに救いの扉を開いてくださいます。試練ではなく祝福の通路であるということ。それを信じてください。2022年1年はえ悩みも苦しみも悲しみもありません。ここのことだけを えー、しっかりと守って歩めば必ず祝福の年となることを信じてください。考えだけを変えればいいわけです。権の牧師にしてもこう語られましたよね。問題を問題と見るなと。問題を問題と見なければ全ての問題を解決すると語られました。それが勝利の秘訣であり、信仰の跳躍の秘訣であると、えー、語られています。愛する皆さん、結論的に。 第,4第3ヨハネ2節を見ると愛する者よとあなたが魂に幸いを得ているように全ての点でも幸いを得てまた健康であるように乗りますと語っていますね私たちの魂が幸いを得るならば全てにおいて幸いを得ると語っています私たちがこの年集中すべきことは何かというと魂のために力を尽くすことです どのようにすればこの魂をもっと健やかにすることができるのかそのために私たちは悩みまた苦しんでくださいどのようにすれば自分の魂を神様に求めておられるそういう姿へと変えることができるのかとそういう悩みをするときにですね神様はもっともっと私たちに大きな恵みを与えてくださり 私たちを良い道へと導いてくださることを皆さん信じる信徒となることをしの目なもと祝福いたします。祈ります。愛するちなる神様、2021年を終えて、新しい新年、2022年、新年を私たちに与えてくださいました。これもまた神様が私たちに与えてくださ,りくださった恵みであることを信じて感謝いたします。私たちに任せられた。 この8760時間を神様のために働いていくものとなることができるよう導いてください。今日与えられた御言葉のように試練や苦難や観難ではなく祝福が来たというそういう偉大なる信仰の告白をなすことができるよう導いてください。考えを変えてローマ発祥27節で御言葉が語られたように全てが万事が益となる祝福が与えられるよう導いてください。 また2021年度2022年度にはリバイバルの御業が与えられるよう祝福してください。すべての神道が神様の前に集まってきて、私たちと共に父なる神様を信じて、また神の子供となり、救いの道へと歩むことができるよう祝福してください。2022年、この年をこのように教会に出て、 礼拝を捧げながら神様の前に栄光を表し始めています。この神徒一人一人を覚えてくださり、すべての家庭と職場、また学校、すべての働きの上に神様が祝福してくださり、万事が益となり、すべてにおいて神様の平安が与えられますように、また悩みのない富が与えられるよう祝福してくださいまた子どもたちにも神様の恵みと知恵を与えてくださり、 どこにいるにしても、どこに行くにしても、神様が共におられて、いつも歩共に歩んでくださり、いつも見守ってくださり、また背負ってくださり、また抱いてくださり、すべての道を、良い道へと導かれる恵みが与えられるよう祝福してください。何よりも彼らは信仰の中で成長していくことができるように導いてください。 御言葉が彼らを守り、彼らを導き、その御言葉がいつも正しい選択をすることができるように、どうか神様、祝福してください。また、病気によって苦しんでいる信徒がいるならば、この時間、神様が癒しの光を与えてくださり、健康を回復させてください。神様の前にいつも感謝を捧げる信仰を持って祈るときに、すべての祈りに答えが与えられるよう祝福してください。 またあらゆる祈りの課題を持って祈っています。そのすべての祈り一つ一つに神様は答えてくださり、天の扉を開き、幾千幾万の祝福と、また祈りの答えの祝福が豊かに注がれることはできるよう導いてください。今日も与えられた御言葉を信じて、歩む時にダビデのように神様だけを 頼,み頼り、すべての障害物を乗り越えていく信徒となることができるよう導いてください。すべてをなされることを信じて感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。